こんにちは。今回は月酔い祭の宝箱や瞳の場所を教えてくれる有能 NPC の紹介です。で、初日にも話しているとは思うんですが、一度教えてもらうと、翌日まで教えてくれないのかな。だから、ある程度探索を進めて残りが少なくなってから聞くことをおすすめ。話しかける NPC はこのイベント NPC ですね。自分はもう 100% まで集めてるので教えてもらえないんですが、まだ宝箱が残っている方はこの NPC から毎日場所が聞けるので。このことを覚えておくと、今後の宝箱とかの追加の時に役に立つ情報かなと思います。はい、ということで宝箱の位置を教えてくれる NPC でした。ご視聴ありがとうございました。